皆さんこんばんは、荒井圭介です。本日2024年、10月の17日、20時37分、今日の試合なんですけども、一番その印象に残っているのが初めの方の回で、巨人の選手のライトの人が、ファインプレーをして、DeNA の選手も、後半戦のイニングで、ライト梶原選手だったと思うんですけども、その本当にギリギリのプレーで、補給していて、グローブを下から出しに行ってるシーンですね。そこを手首、安全に、しっかりと、補給できてるところが、すごく良かったなと思います。天の神様への安全のお祈りをしていてよかったなというところと、それとそういうプレーが、試合中の、動き、が発生する前に、その巨人のキャッチャー小林選手がキャッチングを、多分できてないケースだと思うんですけども、審判の方の手に当たりませんでしたっけ、でこうってしませんでしたっけ。その辺のところは、審判の方の手に当たったように私には見えたんです。でその後出てきた VTR では、右足のその後の出てきた VTR は確実に小林選手がキャッチングができてなくて、太もも、審判の方の右太ももに当たってる映像だったんですね。手に当たったところが、どう言ったらいいんですかね、今シーズン、巨人の外国人選手の方だったと思うんですけど、この下から、外野手の方でグローブを出していった時に、走っていってですから、左手と地面が接触してしまって手首が折れてるっていうケースがありましたので、その辺のところ そういったものが、発生しなかったのは、すごく良かったなと思います。とあとはその他の部分ですけども、先に、先取点を得て、同点に追いつかれましてと、7回、1失点という形で、大貫選手が、7回、7回途中って言ったらいいんですかね、7回の途中で変わった場合は、ちょっとその辺のところ、一旦置いとくとしまして、8回の表ですね、1、2塁になった時、バッターボックス宮崎選手で、ボールカウント的にもそうだったんですけども、腰のあたりの位置の高さのボールを狙い打つことを、心の声で唱えてるんですね。で多分それ、伝わっていて、基本的に制球眼重視なんですけども、そこを狙いにしっかりと、打ちに行っていて、死んで捉えてるんですけども、残念ながら飛んだところが、サードの選手の近くで、ダブルプレーにはなってるんですけども、その大貫選手は変わる前にちょっと三浦監督との受け答えで、その守備重視かどうか、その辺のところ三浦監督、OK というような形で、世界共通語の英語ですね、簡単などこの国でもさすがに OK という言葉はと、大体の人は分かるというところでですね、以前から言ってる通り、打撃面とその守備力にどの辺に重きを置くかのところで、ダブルプレーになっただけで、宮崎選手としては今日の試合の、しっかり芯で捉えてる時点で、しっかり多分できてると思うんですね。早く試合を終わらすようなこと
ことを結構最初の方のイニングでこちら考えてたんですよ。だまあ自然とそう考えるのも、まあ、あのホームページは圭介の歴というワードを、頭の中で、描いて、でまあそういうふうに試合を行ってる時点で、まあ、まあ今日の試合はダブルプレーが、5つほど、ありまして、あ、5つもなかったですかね。あの、まあ、なんせダブルプレーは、たくさんあったと思いますけども、まあ、丸選手のセカンドゴロの時への送球に関しては、本当にあのジャンピングスローで、本当にあの無駄のない動きで、一切無駄のない動きで投げれていまして、で、うん、まあ、ヘッドスライディングに関してなんですけども、まあ、スローモーションの映像を見る限り、まあ、左手の方が、まあ、ちょっと遅かったということの状況なんですけども、まあ、いろんな選手の人たちを見ていて、まあ、ホームベースへのスライディングの時とかなんですけども、普段からヘッドスライディングをあのただ練習してなかったらこう飛んだ時にちょっと胸のところでバウンドしてこう例えばホームベースにこう手でこう上から下にこうタッチしに行くような動作が必要になってしまったりだとかこうなんかまあバウンドしても手がホームベースの上を通り過ぎてる人とか、まあ、そういう人ってまあごくたまにあります。まあ、だから普段からそのヘッドスライディングは慣れてるか慣れてないかの部分のところなんだとは思います。まあ、全体的に両チームともあの守備がかなり硬くてですね、あのまあ横浜 DeNA さんの方も、ジャイアンツさんの方から、まあ、ジャイアンツさんの方にまあダブルプレー、たくさん取られていましたけども、まあなんかこう今頭の中よぎったのが、まあ、審判の方のこの死っていうこういう内容ですけども、まあその辺のところどうなんですかね、言った方がいいのか言わない方がいいのか、言った方がなんとなくまあ正々堂々としてると思うんですけども、まあホームページは圭介の歴で個人の権利ものですし、今までのケースで行くとまたこちらの方でダブルプレーが守備側で今度は発生するような形になってくるような気がします。もちろんあの基本的にダブルプレー狙いという形で心のワードも組み上げたりしますし、まあ、大抵の時、ノーアウトでもしランナー出たら、まあ、大体バントという形にロースコアの場合はなってくるかと思いますけども、その接戦の場合ですね、点数にあんまり開きがない時はですね、まあその辺のところもあの込みで、宮崎選手はそのダブルプレーに見えたのは失敗に見えたようで多分成功だと思うんですよ。もう狙い球まで完全にもう腰のあたりのところまでって、もうこちらも呼んでるというか、もうそのあたりにボールが来たらっていうところでもう対応、もう完全に対応としてはあのできてる方なんですよ。で、まあ、芯で捉えて形的にはダブルプレーで、その神がかり的な力のことをよく分かってない人はあのダブルプレーがその優位にその巨人側に働いたように見えるかもしれませんけども、それは今後の試合を見てみなかったら今のところまだ分からないですが、私の読みでは多分同じようにダブルプレー今度はこちらの番みたいな形になってくると思います。あとは、まあ、オースティン選手に今日ホームランが出てその勝ち越しですね、その部分のところが、すごく良かったなと思います。あとは、まあ、代打の方の、横浜 DeNA の、外国人選手の方ですけども、まあ、あの心の声でのある程度僕は狙っていってる部分とか、あの、まあ、こう頷いていて、まあ、心の声が、届いていて、まあ、あの結果として、どういう結果でしたっけ、まあ、2-3 のところまでは覚えてるんですけども、まあ、あの、まあ、大体狙い球のところとか大体一致してると思うんですね、あの場面的に。で、まあ
信頼関係だとか、まあ、そういったところも構築できていって行き始めてるんじゃないかなと。その選手の、名前とかですね、やっぱりどういう人が足が速いかどうかだとか、まあそういうことを一瞬こう考えたりだとか、ランナー出た瞬間にこう、まあ、やっぱりホームページは IKS 県歴っていうワードを頭の中でよぎらせてるせいか、まあ一瞬頭の中で盗塁がどうしてもよぎってしまうんですよ。まあ、阪神タイガースの特性で、その特にまあ1、2番の選手が足速い選手ですから、まあ、だけど、まあ、ランナーに出られた方が、まあ、特別足速い選手じゃなかったとしても、例えば宮崎選手だったとしても、一瞬頭の中で、盗塁っていうワードがよぎってしまったりとかするんですけども、まあ、その辺のところは、まあ、皆さん、今までの野球経験に照らし合わせていただいて、試合を行っていただいたら、良いかと思います。まあ、どう考えてもっていう部分も、ありますし、まあ、狙いどころとか、まあ、ランナーがファーストにいるときに、ライト方向へ打ったんですけども、まあ、形的に、まあ、ダブルプレーにはなってるんですけども、まあ、守備重視の試合ですね。今ちょっとまあ余計なこと考えたんですけども、まあ、それは、まあ、心の中というか頭の中でよぎった内容なので、訂正しておくとして、まあ、これで、2勝1敗ということで、良い、スタートだと思います。以上です。本日は皆さんお疲れ様でした。本日は大きな怪我はなかったことが、まあ、審判の方の、確か僕が見たとき、こう、手を振っていたとは思うんですけども、後からのスローモーションで右足の太ももにボールが当たってたんですが、まあ、それはちょっとしたその1回目見たところの映像は多分映像というかその現場で僕が見た時は確か審判の方こうって打ってたんですが、まあ、これいろいろ考え方あるんですよ。その映像加工のケースの時とそうじゃなくて、まあ、右手に何らかの形で何かこう痛みが来ただとか神がかり的な力の方で、まあ、もしそういうことでしたら、まあ、そのせいでまあちょっと理解とかもできたりするんですね。例えば僕の右足の膝、河川の撮影とか行き始めてから、まあ、右足の膝が、まあ、ちょっと一部変にはなってるんですけども、そのこうすごく痛みが来たりするとき、特にその日特別運動してるわけでもないのにですよ、大体スポーツの勝ち負けとか、まあ、今もそれ言っただけで左手の親指この辺りが痛くなりました。まあちょっとその辺のところがいろいろあるんで、まあ見た目は大きな外傷とかはありませんので、まあ、全体的に怪我人も出なくて、良かったと思います。以上です。